2023-24 Wリーグカップグループステージ第3節グループ A、 サンフレッチェ広島レジーナ対野島ステラ神奈川相模原の一戦。前半5分、早速広島先制点が上がりました。この位置で高橋がキープ、ドリブルで仕掛けます。そして上野が走り込んでいたのを見て、優しいタッチのラストパス、それをそのまま上野が流し込みました。この高橋の推進力、そして上野のゴール前の嗅覚、コンビネーションで先制します。広島、嬉しそうな表情の上野。さあ、そして44分、広島です。フリーキック小川から頭で一ノ瀬合わせましたが、これはゴールキーパーの正面でした。池尻も落ち着いてキャッチしました。完全にタイミングは合っていました、一ノ瀬。さあ、そして試合は後半戦に入っていきます。51分、この浜田のドリブル、ここでキープします。さあ、そして中待っていたのは南野、そのまま流し込もうというところですが、惜しくも枠を捉えることはできませんでした。後半から投入された浜田と南野のコンビネーションでした。そして62分の広島です。さあ、この位置、中島吉野がドリブル仕掛けます。中島持ち上がって、ここで走り込んでいたのは小川でした。前節 B リーグ初ゴールを挙げた小川、枠の上でした。さあ、76分の相模原、今度は笹井、深いところからのクロスボール、南野のヘッド、これはゴールキーパー正面でした。笹井も後半の最初から投入をされましたけれども、迫力見せつけました。さあ、そして77分の広島です。小川、ここからスルーパス、ファーサイドの中島走り込んでいてシュート、ゴールのわずか右でした。さあ、そしてマシンですね、中島吉野、努力見せつけました。さあ、そして85分です。セットプレーのチャンス、このシーンですが、上野のヘッドは枠を捉えることはできません。叩きつけるような軌道になりました。この大賀のヘディング、タイミングバッチリでした。試合はそのまま1対0ということになりました。 2023-24 B リーグカップグループステージ第3節は1対0サンフレッチェ広島レジーナが勝利を収めました。これで広島3連勝です。